おいす、こんにちは、アメリです。ファイナルファンタジーコラボ最終評価やっていこうかなと思います。交換所等ね、忘れなくといったところで、もうね、日付、今日、まあ明日の朝10時までですかね、まあ9時59分までですかねって感じになっております。で、ちょっとなんかね、このティアリストの下の画像がですね、多分ね、画質が低いキャラクターとちょっとなんか段差が出てきちゃって、なんでこうなったんだ、なんか仕様が変わったんですよね、若干。画質の低いキャラクターはちょっとガタって落ちるっていうね、うん、はい、ちょっとまあお気になさらずといった感じになっておりますけども、まずじゃあ参りましょうか。クライブドット進化になっちゃってますけども、変身するキャラクターになっておりまして、まあもうこれ説明不要ですね。無効貫通2ターン、もうシャナの相方としてもリーダースペックも強いです。 78% 軽減持ってて、まあ回復倍率こそないので、まあそこら辺はちょっと泥強で補うとかね、チーム回復強化で補うとかそういうのはあるんですけども、まあそれでも億兆をクリアできるぐらいのスペックなので、まあまあなんとでもなるねって感じですね。まあこれ以上回復力がきついダンジョンが出たらちょっと厳しくなるかもしれないけど、まあそうじゃないダンジョン、普通に回復力下げられない超高度じゃないダンジョンだったら、まあ、全然余裕で攻略可能だと思いますね。はい、シャナ取った方は、買う価値全然あると思うし、ましてやね、あのドット進化も76にできる軽減ループ枠っていうことでね、三坂美琴で使ったんですけども、あの76を大事にするキャラクター、三坂美琴みたいな感じで、ああいうところの軽減ループとしても入ってこれるようなキャラクターになっております。まあ今後ものね、今後の編成でもなんか76にしたいよっていうところであれば、軽減ループ枠としての候補で上がってくるんじゃないでしょうか。で、武器もスキブ2個の神キラーで2ヘイストあって、まあどこで使われてもおかしくないような性能なので、まあ全形態強いですね。S ランクで3位以上。次行きましょう。ジョシュアです。スキブ3つで、ヘイストしない変身なので、ちょっと入れにくさはある。で、変身後は回復ドロキを持って、10キを持って、2を持って、冬を持ってて、属性吸収も無効化できるんですよね。これいいよね。回復ドロキを持ってて、属性吸収無効できるっていう枠って、本当に少ないので、エキドナサラとか、夏休みのあの辺になってくるんですけど、なかなかいないので、そう考えると結構優秀かな。あとは、スーリアとかが結構いい例ですかね。吸収無効できる回復ドロキってなってくると。でもね、結構いい枠、あんまりいないんで、そうなってくると便利かな。サブエンハーもできるので、まあ、交換可能なキャラクターなので、ぜひね、これは交換第一優先してもらってもいいんじゃないかな。リーダースキルもクライブと合わせると強いと思いますし、35倍で4個は3できて、で、HP も自動回復あって、なかなかいいと思います。で、ドット進化に関しては、回復ドロキを持ちで、なおかつ L 字持ってるっていう、ここもね、また代用が少ないようなキャラクターなんですよね。回復ドロキョで L 字持って覚醒無効系を回復できるキャラクターって本当に少ない。3体ぐらいしかこの世の中いないんですよ。こいつと、カラクリシと、あと、最近なんか登場した誰だったっけ、そいつを使うがためにそいつを紹介するがためにこいつが出てきたのに、誰だったっけ、回復ドロキを持ってて L 字持ってて、あー、あいつだ、知らなきだわ。はい、ハロウィンで出た知らなきだから、今登場しつつあるので、まあ、今後増えてくるかもしれないですけどねっていう大事な枠にもなってます。で、武器に関しては回復力もりもりのスキブの、強化目覚めとかもろもろしますよって感じ。まあ武器は別にかなって思いますけど、うん、本体性能この変身の方が一番いいんじゃないかな。まあドットも全然使えるスペックにはなってますね。現状は代用があんまりないような感じになってくるので、まあ1体ぐらい持っておくといいんじゃないかな。交換の弾、結構交換弾も軽いと思いますので、ぜひ交換してほしいなと思いますね。はい、次行きましょう。結局俺動画でこれ使えなかったな。本当はループさせたかったんですよね、ジルですね。変身で3ターンチェーンの変身はかなりいいと思いますね。変身後は火力高いですね。7強 L 字の浮遊持ちなんで。で、両端生成しますので、まあ、3枚あったら簡単なダンジョンであればループでもうそのまま生成ずらすだけで突破とかもできますね。3加3あって自己完結で固定ダメージを持てるので強いと。まあ、今後の水のコンボパとかでは強いと思いますね。78% 軽減もあるので、まあ、全然活躍できるスペック持ってるかなと思いますね。はい。ただちょっと3枚で運用してあげる。生成系に2ターンでね、生成だったらね、もうどんどん使い勝手良かったんですけども、3ターンなので、ちょっとまあその間枠を誰か埋めるかなみたいな感じになってくるかもしれないですね。3枚生成枠に入れるってなかなか難しい基本的な編成だと。ガチ攻略ってなってくるとね、周回系だったらいいんですけどね。まあ調理を周回とかそういうのはいいと思いますけど。はい。で、ドットに関しては、L 字持ちで、スキブ6で、76にできますよ、エンハンスしますよって感じですね。まあ、場合によってはですけど、まあそこまで重要な役割は今のところなさそう。で、武器はね、いいね、チーム HP2 個、チーム回復2個、で、L 字持ってます。受けるダメージも無効化します。吸収無効もあるので、フローディア的な感じのスキルですかね。吸収無効とダメージ無効っていうところで、ステータスアップにも強いと思いますので、全然武器としてもありですね。まあ、A プラスかなと思っております。で、次ですね。次、
君はどっちでしょう。ディオンくんですね。ディオンくんは結構使いましたね。バハムートですね。30ターン消えないで。30ターンで上限解放変身で、変身後は冬と 2way で火力出して2ターンで生成できるキャラクターです。リーダースペックも、2冠3の固定ダメージ持ちの全プラ 3.5 倍の軽減を持ってて、スキルも生成で2台でね、ループできるので、かなり強いです。めちゃくちゃ火力も高いし、かなり強いと思います。はい。まあ、玄関鏡であれば、多分、ほぼほぼ全てのダンジョンクリア可能なぐらいのスペック持ってると思いますよ。ドット進化に関しては 2way で火力いっぱい出しますよって感じのキャラクターになってます。 80% 軽減76にしますが、現状このスキルの役割はちょっとないけど、まあもしかしたら今後ダンジョンでハマるケースあるかもって感じで、武器にもう一個は、武器は、10強光コンボ強化光泥強2個ですね。99ターン光目覚めと2ターンダメージ激減、スキルは強いですね。まあ10強武器最近増えてきてるので、まあそこまで大事な必須って感じではないかもしれないけど、こいつはね結構好きだな。ジョシュアとどうかな。まあでもジョシュアの方がサブの汎用性としてはやっぱ高いかなとは思ったりする。はい。はい、続いてその相方、ウォーリアー・オブ・ライトですね。27ターン3ターンヘイストで、さっきのバハムート30ターン変身なんで、これのヘイストがちょうどいいんですよね。で、10強と 2way でしっかり火力出せるのと、吸収無効の上限解放って感じ。リーダースキルも 78% 軽減持ってて、4加3持ってて、光の4個消し1個につき、青天井でどんどん火力が上がっていくような感じです。今後の超重力がきつくなってくるようなダンジョンでも活躍の見込みがあるんじゃないかなとは思っております。ドット進化に関しては、ちょっとね、この、ボタンがね、小さいんですよね、この上限解放の。はい。スキブ最大6とかね、ヘルジでアシストも解除したりとかもできます。無効貫通も2ターン継続の、できて、ドロリフもしますので、これもね、ドットとしても役割がありそう、今後。で、武器に関しては、スキブ毒貫通です。ヘイソとかはないですが、ダブル吸収もこうありますね。まあ、ドットとかの使い勝手、今後の可能性も考えると、ウォリアーオブライトが結構いいかなとは思ったりはしました。はい、続いて、フリオニールです。スキブ4で、3色と L 字で火力出しますよ。ステアップとかもありますよと。で、今ステアップつけてますけど、まあ、HP が1万超えたりしますね。で、2ターンヘイストのスキル進化なので、まあ、スキブ6として使うこともできて、それで無効貫通と操作時間延長と帰属性エンハンスされるので、まあ、今後の環境で全然使われてもおかしくないスペックをもらってるかなと思いました。リーダースキルも 2.3 倍半減。これはまあ、強化もらったんですけど、2.3 倍半減で固定ダメージ持ちでもあるので、まあ、普通に使えそうですよね。多色系のリーダー貼れてもおかしくはないかなと思います。ドット進化に関しては、スキブが6で、お邪魔雲持ってて10強持ってて、暗闇も貫通できますと。耐性3つ埋めれるのは強いですね。で、ルーレット生成と盤面6号にするっていうことで、クリスマスファスカに続いて2体目ですかね。6号盤面にするスキルを待ってます。全員エンハンス等もあるけども、まあ、そこまですごい必須感のあるスキルではないかなみたいな感じです。あと76リーダーです。武器はね、強化されてめちゃくちゃ強くなりました。攻撃タイプ付与とバインド、封印耐性、お邪魔完封のチーム HP2 個ですね。ヘイストとかそういうのではないんですけども、覚醒がかなり優秀ですね。お邪魔完封武器の中でもだいぶ優秀な方だと思いますので、武器としての評価はやっぱり高いかなとは思ったりしますね。持っておくとかなりいいんじゃないかな。僕使うと思います。今後の環境でこの武器は。はい、そんな感じになっております。で、続いて、シドハイウィンド、手に入りましたか皆さん。あ、これもね、強化によって潜在が8枠になりました。バインドスキブ2個封印とか10強とかあります。チメチメあってステアップとか、冬も一応ありますよと。6ターンスキルで盤面76と、操作時間2ターン2倍と、あと1ターン後に貴族戦発10倍発動してくれますと。うん、リーダースペックとしては 3.4 倍期限の固定ダメージ持ちになっております。まあ全パラ上げてるので、まあ悪くはないんですけど。で、ドット進化に関しては、スキブが、4の7強プラスがちょいちょいあって冬持ちですね。6ターンで2ターン回復力半減とダブル吸収無効です。まあ特にって感じだと思いますけど。武器に関しては雲で泥強が2色プラスで火と木があってスキブもらえましたねと、うん、言った感じで結構武器も悪くはないので、まあ A ランクぐらいかなと思いますね。まあどっちかっていうと飛空艇武器がやっぱり欲しくはなってくるんじゃないかなとは思ったりします。で、クラウド行きましょう。どれ行く？これ行こうか。クラウドは、進化前はまあいいや。こっちはコンボ加算のできるヘイスト系のスキル。こっちは追撃ができる系のヘイストスキル。攻撃力がパズドラ界隈の第2位ですかね。現状は。って感じになってますので、まあブレス放題とか、あとはまあ4枚とかで無効貫通しながらの生成ループとかそういうのもできますよって言った性能になっております。ドット進化に関しては、まあそこまでかな。両端作れますよって感じですけど。武器はまあ 2way 武器として泥強漏れるのはまあ悪くはないかなって感じですが、まあクラウドじゃないといけないって感じはあんまりないかなと思います。どうかな。クラウドは A
プラス、あ、やっぱここも段差できちゃうんだ。ちょっとこれ気になるね。なんでこうなっちゃうんだろう。まあ、クラウドはちょっと A に下げようかなって思ったりしちゃったりするんすよねって思ってます。はい、現状ちょっとライトニングが強くなりすぎたっていうのもあるんですけど、はい、っていう噂のライトニングさんなんですけど、まあ、主にはこの形態でいいと思ってます。スキブ4にできて、まあ、4にできてというか4持ちで、でさらには3ターンで打てるスキルでブレス放題としてかなり優秀ですね。これ全パラアップにしてあげて攻撃潜在とか4つ触れるようになったので、まあ、クラウドにギリ及ばない、一応パズドラ界隈2位なんですけども、あ、ごめん、3位なんですけど、攻撃力がクラウドに一歩及ばずなんですけど、ほんと数百の差なので、もう言ってほぼクラウドと同じ攻撃力なんで、だったらスキブが多くてスキルターンの短いライトニングの方がいいよねって話になると思うんで、なんでブレス放題としては多分ライトニングが一番使い勝手が良くなると思います。で、全パラ 4.6 倍ももらえて誤加算もあるので、意外とリーダースキルとしてもまあ悪くはないけど、光属性指定しながら多色なんで、ちょっと使い勝手は難しそうっていうのはありますね。その他はね、別にまあそこまでかなと思ったりしますが、あ、激減回復3倍ね、多色とつなげ消しを求められるのがちょっと厄介なんですよね。そこが気にはなるけど、まあ書いてあることは強いっていう。で、ドット進化に関してもまあそこまでかなと思ったりはしますし、まあもしかしたら生成系でね、周回で役に立つケースはあるかも。で、暗闇寒風の武器になりまして3ターンチェーンになったんで、まあ火力も覚醒 2.5 倍2乗分 6.25 倍あって、まあ悪くはないかなみたいな感じですね。うん、ライトニングさん、俺はね、この辺に置いておきたいかなと思ってます。まあブレスの砲台として1体取っておくっていうのはね、全然ありだと思いましたね。はい、そんな感じになってます。で、次も新キャラですね。ミンフィリアです。24ターンの2ターンヘイスト変身はいいと思います。変身後はお邪魔完封、あ、ちなみにこれ回復エルジャーあるからスキブ5枠にできますね。で、回復エルジャーってお邪魔完封してエルジプラスもあってアシストも解除できて、回復ドロキョもチーム HP もありますよと。3ターンで操作時間とか汎用性の高いようなところで、もろもろのデバフを返していけるようなスペックにはなってます。まあ入れなくはないですけど、今の環境的にあんまりこういう枠入ってこないっていう。何か無効貫通とかするついでに操作時間伸ばしたりとか、そういうキャラクターはかなり重宝されたりするんですけど、その操作時間とか回復力とか、あくまで敵に得られたギミックを補強するだけの役割っていうところは、ちょっといまいちあんまりなんか活躍してるところを最近は見ないかなと思ったりはしますね。ドット進化に関しては L 字とか10字とか持ってます。覚醒無効系解除です。参加さんもありますよっていった感じです。まあどうかな、回復ドロキョとかチーム HP とかはないので、まあその辺ちょっとどうなのかなって感じ。武器はスキブ2個のチーム回復あって2ターンヘイスト、まあ悪くないですね。スキブ4武器になっております。はい、うん、操作時間20秒固定っていう面白いものはもらってますけどね。まあ俺は A かなって思うんすよね。 A プラスに上げるかはちょっと絶妙なラインかな。本当にね、 A プラスの後ろか A かみたいな感じA の一番前置くかみたいな感じかなと思ってて、まあ一旦 A プラスでいいかな。使いやすさを含めると A プラスかなって思うんですけど。はい、続いてエアリスです。まあ使うならこの形態、スキルターン1ターンでチーム HP 強化いっぱい持ってる、回復ドロキョン持ってるしって感じですね。アシストメインで使う編成には役立ちそう。全パラアップもあるのでステータスも高く盛れますよと。その他の形態はまあそこまでかなとは思っておりますので、まあいいかなと思いますね。まあ実際使われるかはちょっと今のところ未定っていうのもあるので、まあ実際 A ランクで止まるんじゃないかなと思っております。で、続いてサンクレットです。バインドスキーパス封印で7強プラスのボイスあって、上学生はこんな感じになってます。ステアップがありますねと。7ターンで落ち込んだし4加3と吸収無効あって、スキル内容としては結構いいものもらってるかなって思いますね。火力覚醒はまあまあそんなにって感じかもしれないですけど、で、あとね、こいつはね、リーダースペックが結構高いですね。3色以上で激減して、5倍。まあ、攻撃倍率は最大25倍。で、固定ダメージと細かさもあるんで、自己完結してるんですよ。闇の4個消しっていうのは必要になりますけど、まあ、軽い条件で使いやすさとしてはだいぶ高いかなとは思いましたね。まあ、通常ダンジョンとか使う分には結構使いやすさはいいんじゃないかなと思ったりはしてます。ドット進化に関してはこんな感じ。スキブ6で盤面外周系を変換なので、まあ周回系になるかどうかって感じですかね。激減持ってて5加3のリーダースキルはもらっておりますといった感じですが、まあ3色以上も決めなきゃいけないのでちょっと難しいかな。で、武器はスキブのチーム HP2 個のドロキョプラス2個ですね。悪くないですよね。スキルも吸収無効で、無難に引けたら強いねっていう枠だと思いますよ。進化前はちなみにバランスキラーいっぱい持ってます。はい、
こいつは結構評価はやっぱり高い方になってくるんじゃないかな。武器として結構いいものもらってると思いますし。はい、で続いて、こやつがこれか、アーロンですね。アーロンに関しては、キラーなんかいろいろもらってますけどって感じですね。2ターンで防御力激減カードなんかや生成はしてくれますが、まあそこまでかな。リーダースキル76リーダーです。でダブルキラー持ってるのは結構いいですね。まあダブルキラーが刺さればって感じかもしれないですけど、まあ1点狙いするかって言われたらまあそこまでしない。悪魔キラーと回復キラーっていうのがじゃあどうなんですかっていう話なんですけども、悪魔と回復キラーがはいこれぐらいありますよと、まあ4つなんで、まあそこまで多いわけではないけど、まあ編成ないと下げようと思えばメルティの原画図とかが入ってこれるかなっていう印象ですね。はい、そんな感じになっております。はい、続いてエースです。スキブ4つあってドロキュアあって超つなげ持ちですね。で、13ターンで2ターンヘイストありますので、まあうまく使えばヘイストでループとかなんかそういう編成にも使えるのかなといった感じですね。まあ超つなげ系転生アンタレスとかまあそういうのでも使えたりする可能性もまあなきにしもあらずみたいな、まあ芝ドラ系とかね。であとはまあ 20% の自動回復系ありますがって感じですね。まあ実用性はそこまでなさそうかなとは思ったりしますが、まあ上段2列生成あるんでね、まあ周回方面でのワンパーツには慣れちゃうかもしれないかなって思いますね。ヘイストが意外と便利に活躍するケースはありそう。スキブ封印2個の、操作可能一旦ヘイスト武器となっております。まあ武器はまあまあいいでしょう。まあ2列生成できるキャラクターって何かと便利だったりするので、まあ A ランク入れちゃってもいいんじゃないかなとは思いましたね。はい、次行きましょう。次がティーダですね。ティーダは超つなぎを持っています。まあ、超つなぎを持ってる時点で周回方面での出番が全然あってもおかしくはないかなと。で、7ターンで1ターンヘイスト系なんでね、ループ、ヘイスト、7ターン、1ターンヘイスト系のキャラクターいっぱい入れて、ね、ヘイスト3体で回していくみたいな、そういうこともできたりはするかなと思ったりもします。ドット進化は7強とかありますよ。固定ダメージ持ちですよ、って言った感じですが、まあそこまでかなと。で、武器はスキブ2個です。各体制あって1ターンヘイストです。まあ、スキブ3つになりますけど、まあ別にかな。使うとすればこの携帯が超つなげで便利でしょうって言った感じで、まあ A ランクかなと思います。で、続いて、これはね、さっき使ったんですよね。バルフレアです。強化されたんですよね。ガチャで引いてもらったおかげで。強化はされたんですが、スキル内容がサブエンハがループするようになったんですね。あとは強化目覚めですね。強化目覚めとサブエンハがループするので、まあ面白いっちゃ面白いですけど、こちら76リーダーです。はい。で、こっちの携帯になると十字とか L 字とかあるのでアシスト無効とかもね返していけたりするし、リーダースキルもね激減の回復4倍なんですよ。なんで結構強いね。固定ダメージも持ってるし、ただね盤面5個 L 字消しミスった瞬間死ぬんでね、そこがちょっと要、ちょっとその辺使いづらさはあるねって感じ。ドットはチーム HP 強化無効貫通 L 字持ってていっぱい持ってますね。アシスト無効一発解除ですね。で L 字で2個生成キーするんですけど、まあ3ターンなんでちょっとどうかなみたいな。もしかしたらランダム方面に使うかも。で、武器はね、ランダム加点とかでは便利かも。L 字、十字、T 字持ってますね。これは初かなって思ったりしますが、まあ、この手の武器なんかね、今後鍵の勇者とかのね、無料で手に入る武器でも出そうですけどね。はい。まあ、現状は A でいいと思いますが、まあ、言うて、どれが欲しいかと言われたら別にわざわざね、交換するほどの性能のところはないかなとは思って、たりしますけどね。まあ、もしかしたら今後使うかもねみたいな。現状は特にいらない現状は特にいらないかなと思います。使えなくもないけどみたいな感じですね。続いてユーナ行きましょう。ユーナは進化後に関しては耐性がね3周完封しており、でスキル内容は9ターンで、ヘイスト付きのダブル吸収無効でダメージ半減もやりますのでめっちゃ強いですよね。でこっちの究極進化になると回復ドロキを持ちで、今度は覚醒無効解除とかしながらのヘイストとダメージ半減なんですよね。これもこれで強いんですよね。なのでユーナはサポートとして今後もサブとしては入ってこれるかなとは思っております。まあ、主にはその2形態かな。回復ドロキをこっちも持ってますが、まあ言うてかなと思うし、武器に関しては丸部持ってて雲と操作があるけど、まあまあまあって感じなんで、はい。ですが使い勝手としてはだいぶいいと思いますね。ユーナは、この辺りにつけてもいいかも。だいぶ強いとは思いましたといった感じになっております。はい、続いてボルですけども、キラーいっぱい持ってますね。まあ尖ったキャラは正義ですね。ドラゴンキラーが特に多いですね。
で、7ターンでブレス持ち全ドロ強の7ターン自強化入って1ターンヘイストです。で、さらに武器がですね、ブレスの武器になっております。初1000倍ブレスなんで、これはこれで使い道ありそうなんで、まあ結構実用的なキャラクターになってくるかな。まあ A プラスに入れちゃってもいいぐらいだと思ったりもしますが、まあとりあえずは A でいいかなって感じですかね。うん。まあ今後集会とかランダムとかで使う可能性はあるかもしれないかなと思ったりするキャラクターでした。で、続いてティファーですが、ティファーはまあいい強化もらった部類ですよね。超つなげ持ちの軽減ループ枠ですね。まあじゃあ、三坂美琴の編成に入るのかと言われたら、現状ちょっと枠として入ってきづらいかなと思ったりしてますが、まあ何も三坂美琴が今後全てじゃないと思うので、光の超つなげ系が来て、ガチ攻略するときに軽減ループ欲しいとかは出るかもしれないですね。一応こっちも 2way で軽減ループになりますしね。うん。まあ一体持っておいてもいいけど、現状別に無理して取るほどでもなかったりするのかなとも思ったりはしますね。まあただ今後のことを考えるなら一体持っておいてもいいかもしれないですね、と言った感じです。まあなんで一応 A プラスには入ってこれるかなとは思いますが、うんって感じですかね。はい。続いてセフィロスは結構いいよね。セフィロスは、こっちの携帯は 2way で火力出してくれますよと。12ターンで2ヘイストからの覚醒無効とかもろもろ回復全ドロ強入りますと、うん、言った感じですね。超重力 2way1 コンボ杯とかあったら活躍するかもしれないですね。で、こっちに関しては吸収無効と覚醒無効解除もろもろ全部やります。はい。まあ器用貧乏って言われるかもしれないですけど、で火力覚醒も冬持ちなんで結構高くは出れますね。でダメージ激減の回復力も3倍あって4加算あるので、多色パとしても悪くはない。ちょっとタイプしてありますけどね。でドット進化はこんな感じで、一応3体でなんかループとかするけど、まあ別に使えるかって言われたら使わないと思いますし、武器に関しては 2way プラスのドロ強プラスですね。まあクラウドの闇属性バージョンって感じです。まあ闇ドロ強の 2way 武器としては悪くないかなと思います。まあ A プラスに入れるか否かって感じですかね。これもまた迷いどころですね。まあ現環境的には結構使いやすい部類ではあるかなと思ったりするんで、まあこの辺に入れちゃってもいいかも。現状だと僕はティファよりもセフィロスの方が現状は使い勝手いいんじゃないかなと思ったりはしますけどね。はい。続いてシャーントット、はい、シャントットは超つなげ2個持ちになりました。で、木と闇の列強いっぱい持ってて、ステアップもありますと。7ターンで2列ずつ生成してヘイストするので、まあ、一応4体でループも可能ですよと。まあ周回のパーツになるかもしれないですねって感じの性能ですかね。ドット進化はこんな感じです。こちらは最上段と最下段に1列ずつ作りますよっていうスキルですが、まあそこまで最近は使われないかな。まあランダムで使うかもしんないけど。で、こっちはスキブの列強とかにヘイスト持ってて、なぜか強化合成用キラーが1個ついてます。まあもしかしたらこれもね、強化合成用のこれなんか強いやつ、勝手やつが出て、周回で使いたいみたいな時に活躍するかもしんないですね。これも、まあ A ランク引けたら嬉しい A ランク。引けたら嬉しい A ランクかなとは思っております。まあこの辺にしとこうかな。まあ今後ワンチャンありそうみたいな、うん、まあこどうしようかな。こっちの方がいいかな。はい。非属性の方が超つなげとしてはやっぱり可能性を感じるからね。で、ノクト、まあノクティスですけど、攻撃力一応パズドラ界第1位のキャラクターです。ただスキブは2で止まっちゃうので、ライトニングに軍配上がるかなとは思ったりはしてますね。そんなにライトニングとの攻撃力の差もあんまないので、はい。進化前に関しては 2way とかもろもろありますが、スキルはそこまでですね。ドット進化チーム回復とかありますけど、って感じですね。はい。まあそこまでだと思いますし、武器も 50% 威力強化2個で5コンボ加算とかあるので、まあもしかしたらこれはワンチャンなんか使い道があるかもしれないとは思ったりはしますね。50% 以上強化を活かすような、これもまたランダになるかもしれないですけどね。まあそういうところで使い道はあるかもねって感じですかね。はい。そんな感じです。まあ、無理して交換するほどではない。だったらライトニング取った方がいいかなと思ったりもしますね。続いてセシル。こちらも強化もらったんで潜在8枠になってます。ステアップとか10強とかありますが、火力としてはまあそこそこ止まりです。6ターンスキルが2ターン継続になりましたが、まあ言っても本体で使うケースあんまないかな。闇ダメージ軽減がすごい活かせればって感じだと思いますね。で、光の方は自動回復。まあ、生きるかどうかな。まあ、生きないと思うけどなっていう。主にはね、武器がこいつは注目点高いと思ってるんで、まあ、ドット進化とかもあんまり注目しなくていいかなと思ってて。武器はね、7強と耐性持ちなんですよね。バインドとチーム HP 強化もあって、まあ、吸収無効とかも一応できるんですけど、これお邪魔と暗闇完封武器になったんで、結構いいっす。
ですよね。うん、この辺のこういう武器ってなかなかないと思ってて、例えばどうしようかな。チーム HP があると思うんで、バインドとチーム HP と、例えば暗闇完封武器とか、この辺全然ないんじゃないのって感じですよね。なので、ってことはお邪魔も多分ないので、あ、いったいた、そうか、不良ニールが強化されたか。はい。って感じなんで、割と武器としては実用的に強くなれたかなと思いますね。武器として取る価値は全然あると思います。まあ、無理して取れほどじゃないと思うんですけども、意外とあると便利なキャラクターにはなれたんじゃないかなと思いました。はい。で、次、こいつね。もうこれやばいよな。こいつやばいよな。イダなんですけども、イダもね、強化されたんですよね。ガチャから引かれたんで潜在8役になってますね。まあ正直この本体性能は強化目覚めとかね、操作時間とかがループするようになったよっていう感じにはなっておりますので、まあもしかしたらルーレット系のキャラクターと組み合わせて使うこともできるかもしんないですね。まあその他は全パラ5倍あったりしますが、まあ言うてだと思いますし、まあこいつも武器が本体なんでね、ドット進化も、2列を変換しますが、まあそこまでだと思うし、まあ、これですよね。チーム HP3 つに、ドロキョウ、まあ、もともとあったんですけど、スキブもらえたんですよね。やばいよね。スキブもらえたはさすがにこれは、引くべき性能でしょ。これはね、ちょっと追っかけたくなるぐらいの性能だと思うんですよね。こんぐらい、この辺に、まあ、今後の環境でどんどん強い武器出てくるかもしれないですけど、いや、イダ武器はね、相当優秀ですよ。相当優秀ですよ。S 入れちゃうみたいな。いや、マジでこの武器はね、強いと思いますね。っていうぐらい優秀です、この武器。うん。これもう武器の評価だけで多分かなり上がる。ぜひ持っておきたいなと思う性能になってくるかなと思いますね。はい。もうなんだったら俺は S に上げてもいいんじゃないかぐらいのレベルだと思ってますけどね。そんな感じの性能ですね。はい、続いてレインなんですけども、超つなげ、超覚醒にあります。7強と超つなげで火力出せます。7ターンで1ターンヘイスト系なので、またね、こういう7ターン1ターンヘイスト系はちょっとね、面白い編成ができたりするパーツになるので、まあ、その辺の1枠にかませれるかもしれないですね。80% 軽減と火力2倍って感じですね。まあ、使えたらなお面白いよぐらいかなとは思っているので、そこまで重要視はしなくていいかもしれないですけど、まあ、ええって感じで、はい。まあそういう枠の1枠にはなれるんじゃないかなと思ったりしました。武器はこんな感じ。スキブバインドドロキョウ7強1ターン変質です。まあ悪くないですね。武器も結構いいな。あ、武器結構使い勝手良さそうだからちょっと上に上げようか。現実的に使い勝手良さそうだし。はい。まあこの辺に入れとこうかなと思いました。こんな感じです。で、オニオンナイトもね、オニオンナイトってガチャが出なかったか。あ、こいつは出なかったか。オニオンナイトは操作時間延長がループになってますよと、耐性3種ね、プラス持ちになってます。まあ火力覚醒はすごい中途半端なんでいらないんですけど。で、あとは特にか 77% 軽減がありますが、昔のイルムみたいなリーダースキルですね。まあ言って多分使われないと思いますよ。ドット進化はこんな感じ。99固定ダメージ持ちですねと。で、武器に関しては、バインド、暗闇完封のドロキョウ持ち。まあ覚醒は悪くないねって感じですが、まあ、とりあえずそこまでかな、みたいな感じですね。結局、まあでも B でいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。多分ね、なんやかんやこの手のキャラクターはね、使わないと思うんで。はい。そんな感じです。続いて、スコールです。スコールは、こんな感じになってます。チーム HP 持ちになってます。また7ターンで打てる1ターンヘイスト系ですね。覚醒無効も回復できます。まあ、7ターンで打てる1ターンヘイスト系は、ね、何かしらのパーツに入れる可能性も秘めてるので、まあ、この辺に置いておこうかなと思ったりします。ドット進化に関しては、7強プラス無効貫通あったりとか、3ターンで打てる、ゼロップ強化と、ゼロップ強化と非生成ですね。あとは10強武器のドロ強武器2ターン進ですね。まあ、悪くはないでしょうといった感じになっております。はい。続いてティナですけど、ティナもね、強化されました。潜在8枠です。L 字持ってるんでアシスト無効解除できる、回復ドロキョウ持ちですね。まあ悪くはないですよね。で、スキル7ターンで、盤面762ターン、からの、左端のどうのこの作って1ターンヘイスト入ってました。7ターンで打てる1ターンヘイスト系で、しかも76にできるっていうちょっと特徴的なものをもらってるし、覚醒もまあ悪くはないので、まあ使い道はあるでしょうねって感じですかね。まあちょっと面白みのある編成は組めそうかなとは思ったりしますが。はい。まあそうだな。A プラ。
ちょっと A プラスに入れていいっすか。ちょっとこのキャラは可能性が全然、76っていう特徴的なので、これはね、強化されたっていうのもあるけど、うん、そうですね。まあ、この辺かな。まあ、この後ろでいいか。うん、ちょっと面白みはあるよねって感じですね。このキャラクターはね。うん、っていう感じですね。76キープとかできるんじゃない?これ、ヘイストを生かせば。はい。なんでちょっと評価上げようかなって思いましたね。その他はリーダースキルは別にいいよね。4.5 倍。はい。ドット進化に関してはドロキョを用いる字持ちですね。まあ、そこまでかなと思いますね。で、暗闇カンプの L 字2個ですね。悪くないですね、うん。スキルも強いので、なかなかいいんじゃないかな。L 字2個武器としても使えそうだし。うん、まあ、A プラスでいいんじゃないかなと思いました。続いて、プロンプト。これもね、強化入りましたけども、L 字いっぱい持ってますよーと。キラー持ってますが、そこまで火力が高いわけではないかな。スキル3ターンで強化目覚めがループしますよ。あと水作りますよって感じで、自強化10倍も一応、ループするような感じなんで、まあ、10倍を活かせば、まあ、火力覚醒そこそこになるかなって感じですかね。はい。リーダースペックは、まあ、言うてかな。強化ドロップ含めてどうのこうの。ドット進化はこんな感じです。まあ、水いっぱい作るよって感じなのと、お邪魔完封、チメチフィーにこれ、まあ、武器が強いねって感じですかね。武器としては、持っておくと、便利かなと思ったりはしますって感じですかね。はい。まあ、ノクティスもね、まあまあ、この辺でいいか。ノクティス別にそこまで必須じゃないんだよね。まあいいか。はい、そんな感じになってます。で、次、ヤシュトラはね、かなりいいっすよ、武器が。まあ、本体も別にいいっちゃいいんですけど、こちら7ターンで、また7ターンですね。7ターンで打てる1ターンヘイスト系のやつです。覚醒無効とか回復できますよと。まあ、この携帯よりもこっちの方がいいかな。回復ドロキを持ってるし、ステアップしてあげれば HP が7000何歩かあったと思うので、まあ、その辺で使えるスペックにはなってくるかなと思いますし、スキルは無難にいいですよね。覚醒無効系全回復と1ターンヘイストで。まあ、回復ドロップとか水生成しますよって感じですね。うん。なかなかいいかな。潜在も8枠になったし、追撃覚醒とかで雲と操作化対策つける場合もあるかも。で、ドット進化はこんな感じで、まあドット進化は別に注目しなくていいかもね。武器はね、めっちゃいいよ。スキブ2個の泥鏡を水と木でプラスであって、2ターンヘイストなんですよね。これはね、かなりいいと思います。この武器は、まあ、まあまだこっち、かなこの辺、ここまでいけるかな。まあ、なくても最悪なんとかなるかなみたいな部類ではありますけど、めっちゃいい武器だと思います。武器はめちゃめちゃいいと思いますね。うん、だいぶ強化によって評価上がったキャラクターの部類ではあるかなと思ってます。はい。で、続いて、リノアです。リノアは、まあ言うてかな。そんなにかなって思いますね。1ターンヘイスト、また出ました。7ターンで1ターン。また7ターンで1ターンヘイストのキャラクター。ファイナルファンタジー多いっすね。覚醒はちょっといろいろばらついてて、そんなに強くはないと思いますし。ドット進化、回復ドロキョウとかもろもろありますが、まあ言うてかなと思いますし。武器に関しては、毒完封。まあ武器はいいっすね。ドロキョウ持ってて、毒完封できて。まあ A かなと。まあ引けたら、まあ、なお、よしかなぐらいだと思いますので、まあ、でも、持っておかなくても、なんら困らないとは思いますね。はい。そんな感じになっております。はい、続いて、バッツ行きましょう。バッツ、光ダメージ軽減持ちで、7ターンでまた1ターンヘイストです。無効貫通しながらの生成で、まあ、クラウド的な感じになっておりますが、まあ、使う場所としてはあんまりないかなと思います。ドット進化こんな感じです。両端に木を作りますよと。で、武器に関しては、バインドの、気泥鏡プラスありますよ。8ターン目覚めますよ、と言った感じです。まあ、そんなに、多分バッツは全然使わないんじゃないかなと、個人的には思いました。はい、次行きましょう。パンネロです。パンネロは、10強持ってて、6ターンで打てる覚醒無効と消せない会長です。HP30% 回復もしてくれますが、回復も生成しますが、まあ言うてですね。はい。で、武器は、まあ、武器が救いの手の自動回復武器ですね。まあ、これはいいですね。自動回復武器は、まあ、最近自動回復武器っていっぱい増えてきてるので、どうしてもこれじゃないといけないっていうところはあんまないかもしれないですけど、まあ、持っておいて損はないでしょうと言った感じだと思いますね。はい。で、続いてエモですね。エモに関しては、気ダメージ軽減と闇ダメージ軽減がいっぱいありますよ。2ターンヘイストからの時間止めてくれますよですけど、まあ、使う道としてはあんまりないかもしれないですね。武器は指2秒あって、泥鏡がいろいろあるので、2ターンヘイストもあって、まあ、いい武器じゃないでしょうか。まあ、これもこれで、守っておくと、使う場所が
武器としてあるかもしれないって感じですかね。はい、そんな感じで次、ジタンですね。ジタンに関しては、7強プラ、2ウェイプラ、7ターンで打てる10ターン、木と光の目覚めと2冠3と1ターンヘイストです。そんなに役目はなさそう。ドットはまあ強くないと思います。武器はバインド、チーム HP2 個、封印、2ウェイ、ヘイスト、強武器いいっすね。武器めちゃめちゃいいね。なんかメタトロン味を感じる。まあ、2ウェイが2個じゃないから、まだちょっと抑えられてはいるんですけども、武器は2ウェイ1個だけつけたいってなってくると、結構いい武器もらってるんじゃないでしょうかと思ったりしますね。武器いいと思いました。はい。で、続いてが、レイ&ラーンですね。性能は10強とキラー、回復タイプに対してはキラーさせますね、かなり。3ターンで強化目覚め、50% 目覚めループですね。まあ 100% が出ちゃったんで、ちょっと微妙かなと思ったりはしますね。特に強みないっすよね、こいつ。はい。で、武器としては7強回復キラー、指プラになっております。まあ7強と回復キラーっていう武器が他になんか手に入りやすそうなのがあれば、だいぶ評価としては下がってきちゃうかなと思ってきますが、ないと。ないのか。そうか。ないのか。ないんなら、まあ、ちょっと評価上げとこうかなって感じですけど、まあ、とりあえずなくてもどうにでもなるとは思いますけどね。はい。そんな感じです。で、続いて、バンですね。まあ、今回、あれで、オーディンの降臨とかで役に立ったようなキャラで、ヘイストからの、ヘイストとあと2列生成ずつやりますので、超つなぎも持っているので、まあ、周回系のパーツとしては結構便利なんじゃないかなと思ったりはしますね。うん、もしかしたら今後も活躍の場があるかもしれないですけどね。ドット進化に関してはこんな感じ。こちらもね、超つなぎを持っておりますが、まあ、10強と 2way とかもなんかもろもろなんか分かれてるので、ちょっと使いづらさはあるかな。で、武器に関してはスキブの列強の謎の強化合成をキラーです。まあ、ヘイストと、生成ありますんでね。まあ、周回系のパーツとしては、もしかしたら輝くケースがあるんじゃないかなとは思ったりします。はい。そんな感じですね。まあ、こっちよりはこっちの方がいいかな。はい。こんな感じです。で、最後ですかね。最後がビビですね。ビビもね、ガチャから出てくれたので強化されてます。蝶つなげ2個持ちで、列強も6個ありまして、あとまあ、超追撃が活かせるかどうかは微妙ですけど、7ターンで1ターンヘイストと、4ターンの間、属性吸収無効ね、できますので、まあ、その辺はちょっと強みとしては、出れる場所があってもおかしくはないかなと思いますね。周回のパーツとして入ってくるかもしれない。ブラック3系でね。武器に関しても、副属性闇と列強を持ってくれます。上段2列を作ってくれたりって、強化目覚めもするので、まあ、弱化目覚めとかね、最近コロシアムとかも出てくるので、あの辺を上がえたりするのに、綺麗にはまるケースがあるかもしれないので、まあ、引けたらなおよし、みたいな。引けたらなおよしかな、みたいな感じだとは思います。はい。まあ、以上ですかね。はい、こんな感じになっております。まあ、C ランクはあんまり基本的につけるつもりない。相当使えないキャラクターでない限り C ランクに落とすことはないので、まあ、B ランク止めしているんですけども、まあ、個人的にはそうだな、引けたら嬉しいねあたりは、まあ、A ランクもある程度は、A ランク前半、この辺ぐらいまで、D だぐらいまでは結構引けても、なんだなんだって感じなんじゃないかなって思いますけどね。うん、そうっすね。蝶つなぎで何かしら役に立つケースもありそうだし、蝶つなぎ系の奴らは役立つケースありそうなんで、まあ、この辺とかになってくるとちょっともう武器がって感じな評価なんで、まあ、別に。まあ、ティーダとかは全然周回のパーツになる可能性も全然あり得るんで、この辺ぐらいまでは引けて嬉しいキャラクターなんじゃないかな。まあ、全然使い勝手、どっかしらでありそうって思ったりはするかなと思いました。はい。まあ、特に当たりっていうのを考えると、そうですね。プラス、まあこいつちょっと特殊枠ですけど、こいつちょっと特殊枠で入れてるけど、まあこの辺から引けたら全然かなり当たりの部類のキャラクターになってきてるかなと思います。はい、以上ですね。ということで、皆さんこのキャラクターが強いと思いますとかなんかありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。ではね、少しでも面白いよって思った方、参考になりましたって方は高評価、チャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。